ハロー、ワン、ツー、ワン、ツー。あ、ごめんなさい。ちょっとね、マイク、ミキサーの関係で右からしか声が出ませんが、ちょっと今日はこれで勘弁してください。あ、間違えた。録画開始にして、再生にして。今これ、このキーボードが、ちょっと、バンドインアボックスのよりもいいですよね。立体表示になっちゃって、これは何かって言ったらミディクラウスっていうやつなんですよ。ミディクラウスのプリファレンスでループミディっていうのをインプットにして、こっちのバンドインアボックスをループミディっていうところに出力して、で、これカンタービレでループミディをインプットにすると、バンドインアボックスからループミディ、ループミディっていうのは何かっつったら、この昔の Windows ではできた機能だなんですけど、ミディポートを何番のポートにどうするかっていうやつで、ポートを何個も作れるんですよ。そういうソフトがあるんで、それを使って、いろんなソフトに MIDI の信号を受け渡しするっていうことができる。ループ MIDI っていうのを使って、バンドインアボックスで、ループ MIDI ポートっていうのに出力して、こっちの、これは MIDI クラウスプレイヤーっていう無料のソフトなんですけど、ここで MIDI ポートを受け取るようにしてると。そしたら、バンドインアボックスで鳴らしながら、バンドインアボックスのピアノウィンドウって平面的じゃないですか。こんなこうじゃなくて、こういう立体的なものにできるっていうだけの話です。それでミディポートに今こうピアノの音とベースの音、ベースの音こう左の方ね出てますけど、このベースの音をこのピアノ鍵盤に渡したくないから、ベースはMIDI音源じゃなくてリアルトラックにするんですよ。リアルトラックにしたらMIDI信号がいかなくなるんで、これにしたら今ドラムもリアルトラックだからピアノだけ行くんですよ。ほら、こういうことができるんですよね。でもね、これ設定するのちょっとめんどくさいんで、まあとりあえずはバンドインアボックスの平面的なピアノ表示でもいいと思います。で、バンドインアボックスのピアノウィンドウでもいいんですけど、瞬間的にパッパッと弾いたやつですよね、左手のチャッっていうのはどこを弾いたかちょっと一瞬しか出ないから分かりづらいじゃないですか。そういう時はシンセシアを使うんですよね。シンセシア今動かしたらバグっちゃうかな。これこれ、こうすると一瞬弾いたところはでも履歴がこう上に出るんで、これが便利なんですよ。結構これ BPM をちょっとゆっくりにしたらスクロールがゆっくりになるんで、プロの人が弾いた時にどこを押さえたのかなっていうのが瞬間的にパッと見えにくい時あるじゃないですか。でこれをプレイバックモードにして、プレイバックモードにしたら今度下から上に流れるんですけど、 MIDI 信号をこれなんでこういう風にできるかって言ったら、これのまたインプットを、ループミディポートをイネーブルにしてるんですよね。ミュージックインプット、それでフリープレイにしたら、このバンドインアボックスで弾いたピアノの音をこう拾ってくれて表示できるということができるんで、どういう風に弾いてるかっていうのを見せるためにはすごく便利だと思うんですよね。でここのスクロール、デフォルトで120になってるんですけど、これをこうゆっくりにすればゆっくり流れていくっていうか、そしたらどこを弾いたのかが
ちゃんと履歴がこうしばらく残るんで、あ、ここの音とここの音とここの音を和音を弾いたんだなとかね。まあ手とキーボード表示と両方あれば、まあ、大体は分かるんだけど、一瞬間的にしかパッとこう弾かなかったようなやつは分かりづらいじゃないですか。なのでこれをやるといいですよっていうだけの話です。今回はそれだけのことでした。ちょっとねマイクアンプをなんとかしないと。はい、右だけに音声があったら気持ち悪いですよねという感じでした。ちょっとこっちでこの OBS で録音したのも2つペアでアップロードしておきます。あ、それでそうですね、このバンドインアボックスバグってるんですけど、ここですよね。まあイントロがこれはないので、つけてもらって、ここでブレイクしてますよね。ここで現行コードの設定っていうところで、ショットっていう風にブレイクしたらダンってなるんで、で、こっからここまでブレイクして、ここは休止にするんですよ。ちょっとしたまあコツなんですけど、ここは休止にして、ここだけドラムのこうフィルインを入るようにするのには、ここを、あ、そうか。ここをブレイク、そうだな。ここはじゃあ、例えば、休止にして、下記以外につける、ドラム以外につけるってなったら、ドラムがここから入って、他のベースは休止になるんで、こういう風にしたら、G7.day っていう風になりますけど、ドラム以外が休止。ってことは、ここまで、ここでショットして、ここが休止で、ここからドラムだけ入る。という風になります。で、これバグってるんだけど、ミドルコーラスではブレイクを尊重するにチェックを外したら、ミドルでブレイクが、入らない。ファーストコーラスだけでブレイクすると。で、ラストコーラスもブレイク尊重する外したら、ファーストコーラスだけでブレイクするようになるはずなんだけど、ドラムはこのリアルドラムを使って場合は大丈夫なんですよ。このベースが、ベースとピアノが言うこと聞いてくれないんで、リアルベースを使った場合にはこれが有効にならないっていうか、バグってるから、もしこれやろうと思ったら1コーラス目だけをこのループの外に出して、開始から終了の前に出して、1コーラス前にこうブレイクするためだけの1コーラスを作って、であとアドリブパートっていうことでこう繰り返しの中はブレイクなしで、その最初のコーラスだけブレイクをするっていう、このワンコーラス外に出す必要があるんですよね。めんどくさいですね、バグってるせいで。まあそういうことです。以上です。